旧第10師団司令官官邸第10師団は、第日本帝国陸軍の師団の一つ。師団として、主な戦役にはほぼ全て参加している。日清戦争が終わり、軍備拡張の必要性から、新たに増設された六個師団の一つで、1898年10月に編成された。同年11月13日に、師団司令部、監督部が会長した。 補充担任は第10師官で近畿地方の西部と中国地方の東部にまたがり時期により変動がある。日露戦争、フィリピン防衛戦などでは不評第39連隊をはじめ得意な白兵戦、ゲリラ戦で奮戦した。師団は日露戦争で第4軍令下部隊として両養海戦、佐賀海戦、宝天海戦に参加し、戦闘する。 岡山駅から出征する兵士と見送る群衆1931年9月に満州事変勃発後、第8混成旅団を編成し12月に出動し、吉林省で総統戦を実施後、1934年3月に帰国した。1937年7月品事変に動員される。大事総の戦い、助州会戦、武漢攻略戦に参加し、 1939年10月帰国、この間に、師団の改編が実施され、鳥取の不評第40連隊が、第25師団に移動、三単位制師団となり、1940年8月から満州に駐留する。島事変では、助州海戦はじめ、第10師団は、広島の第5師団などと共に奮戦し功績を残す。太平洋戦争戦後には、 関東軍の直属兵団として、柿ここに駐屯していた。満州国内にて、大祖戦の訓練や抗日パルチザン総統等の治安維持活動に従事していた。1944年2月から、師団の一部が米軍の進攻に備えるため太平洋方面に配置され、同年7月には、師団主力も南方派遣が決定された。 当初は台湾に配される予定であったが、風雲球を告げるフィリピンルソン島に投入、勝負集団としてバレテ峠、サラクサク峠で約半年にわたる持給戦を展開、中華的せず壊滅状態となり、そのまま終戦を迎える。ただ、第十四師団の所属部隊である不評第39連隊は、兼務集団として奮戦した。ありがとうございます。